らいらっしゃい。今日はどのようなことできたんですか？体がだるい？体温計で測ってみましょう。38度完全に熱ですね。今は夏ですし、夏風邪の可能性があります。それじゃあ座って待ってください。呼ぶ時になったら呼びます。田中さん、診察室へお越しください。今日は風邪ひいてきたのね、あやん。あ、喉腫れてるわね。水飲むのきついでしょ。風邪薬を渡しておくわ。はい、お薬の用意が出たらお呼び出しします。絶対逃がさないわよ。田中さん、二日ぶりですね。どうしたんですか？え？熱は下がったけど猫耳と尻尾が生えた？気象変なの混ぜたんじゃ。わかりました。お呼び出しが来るまで少々お待ちください。あらごめんなさいね。猫耳と尻尾生える薬を間違えて入れちゃって。本来ならハロウィン用の薬なんだけど。はい、これ耳と尻尾を消す薬よ。うどんげ、デイにも伝えておいて、私は姫様に報告してくるから。わかりました。あ、起きた。ようやく起きましたか。あれから3日経っているのよ。ここは永遠帝の隠し部屋。ここから一緒に住んでもらいます。勝手に抜け出そうとするならば、どうなるかわかってるわよね。よくもまあ手足身体拘束されて片目なくしてよく普通でいられるな。普通の人間だったら発狂もんだぞ。え、なんでここにいるのかだって？私もエイリンと一緒だからな。今蓬莱の薬を作ってるんだ。それを飲んだら拘束は解く。え？いやだ。普通でいたい？ごめんな、それは無理なんだよ。泣くなよ。お姉さんたちと一緒にいような。ずっとこの先も、